はい、どうも、おかみさんです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、ということで、5日目の朝になりました。はい。昨日4日目かな ?3 日目かなぐらいで終わったと思うんですけど、何をしてたかというと、じゃん。ケミストリーステーションを買いました。購入してきました。はい。どうやって購入したのかというと、まあ、もともといくらか持ってたんですけど、どこだっけ これか。これ昨日ほら、つまずいてさ、足のつま先怪我したとこ。ここに硝酸があったので、硝酸を掘りまくってですね、ガッコンガッコン掘りまくって、そして売っ払って、そのお金で買いました。はい。まあこれで弾薬は作れるようになったんですが、掘った硝酸全部売っちゃったので、結局また掘りに行かなきゃいけないっていうね。はい。で、まあ時間が余ったんで、そこら辺のね、あそことかね、トラックをね、ちょっと、分解してきました。分解じゃない。分解はしてないな。トラック漁ってきました。何台かトラックがあったんで。で、トラックの中でね、やっぱいろんないいもん入ってんだよね。これほら見て、本いっぱい入ってた。これ、荒地の財宝。真鍮開封する。真鍮が回収できるようになりました。これで。はい。あ、捨てちゃった。ボタン間違えた。はい。これね、荒地の財宝ね。で、これがね、ヘビーポンプショットガンスキマティック。ポンプ式ショットガン。しかもヘビーなやつ。よくわからんけど、これ取りました。はい。これパンね。で、これがね、なんかラージストレージコンテナーズ。なんか作れたような気もしたんだけど、これなんか2個も拾っちゃった、これ。これ2個はいらないね。で、これマック10のスキマティック。で、これがね、あれ、ダーツトラップ。そしてこれ、跳ね橋。今度はね、あ、電動。電動跳ね橋。電動跳ね橋拾いました。はい。で、これはまあ4段で売ってしまうかな。あ、トイレットペーパー拾ったんですけど、これなんかね、セキュリが治るみたい、ほら。10% だから、そこまで回復しないけどね。うん。ということで、これがめっちゃ回復するんだっけな。これ食料も増えるって。わからんけど。はい。ということで、まあそんな感じになっております。はい。あとね、拾った、これ見たっけこれ。ウォーターメロンソードっていうのを拾ったんですけど、これ動画で見せましたっけ。ほら、スイカ。動きを見る限り、マチューテだよね、これ。この動きはね。マチェットの動きですね。うん。まあまあ、斬撃武器です。近接ダメージ14って。まあ、だけまあ、そこそこ強いけど。まあ、ナイフの代わりになるかということで、これ持っていこうかなと思いますね。はい。なのででもないけど。そして今日は、待望のティア2クエをやっていきましょう。はい。ティア2のクエストね。待望の。やっていこうじゃないか。やっと昇格したからね。うん。で、なんだっけ、ほら、作業台がまだ未だに作れないんで、作業台のね、スキマティックなり何なりが欲しいんですよね。ということで、仕事やっていきましょう。電源復旧は、まあ、今朝だからね、電源復旧とかないけど、この辺行きましょうか、近いと。あ、こっちの近いね。こっち行こうか。ハウスオールドガンバブラム、まあ、読めないな。行きましょう。どっちだ?あ、そうそう。そう、これ見て、ビアグラスを収集するってほら、ここに出てるじゃないですか。ねえ、アホウドリをさ、アホウドリ5匹倒したんですよ。たまたまいたんで。そしたらね、ビアグラスを収集するようになった。ビールグラスを。ビールグラスはほら、初日だっけ?拾っ、画面がグニャーってなるやつね。ぼやけるやつ。拾ったんだけど、売っちゃったじゃんね。あれ、売らなきゃよかった。売らなきゃよかった。これ収集するっていうクエストが出てきました。はい。しまったね、あれ。もっとせっかく結構最初の段階で拾ったのにさ、売っ払ってしまったね、なんだこれとか言ってね、売らなきゃよかった。ちょっと失敗しましたね。まあ、また拾うことを期待しましょう。はい。ということで、クエスト行きましょうか。まあ、ここのクエストやってたらね、拾うかもしれないけどね。拾いたいね。うん。この、なんか意味あるのかっていうような感じのね、クエストトラッキングですけども、どうなんだろうね。これ最終的にどうなるんだろうね。なんかさ、レイブンハーストとかさ、まあな、他のモッドでもそうだけどさ、なんかをね、クエストやることでなんかが作れたりとかさ、するじゃんね。これ何も関係ないからね、なんかね。一応、報酬はもらえるけどさ、報酬もらえるけど、なんか、なんていうの、何も残らないというか、別にね。別にこう、なんかやる意味あるのかなとか思ってしまったりもしますね、なんかね。おっと、読み込んだ。はい。ということで、やってきました。ここの家ですね。行きましょうか。まあ、この辺の家もさ、何回もやったとこだと思いますよ、多分。あ、違うな。壊れてるね。
壊れてる。これ、漁ったっけ俺、ここ。漁ってない。じゃん。紙だった。紙か。紙多いね、やっぱね。よし、行きましょうか。もう一回漁るか、これ。じゃん。紙だった。本は入ってないのかな？本入った。あ、でもなんか見たことあるね、ここは、ここでね。これちょっとね。これ壊していこう。燃えたくないんで。これ炭手に入るでしょ。あ、だよね。エリア一掃なので、ガンガンやっていきましょうか。ちょっと待って。これ弾入ってるのかな？入ってないわ。はい。これがね、これ SMG だっけ？あ、MP5 か。あ、MP5 だ。そうだ、MP5 拾ったんだよね。あ、そしてスキマティック売ってくの忘れたね。OK？ 全部入ってる弾。入ってる？あ、入ってるね。うん。まあ、基本殴っていくんですけど、これでね。基本殴っていきます。じゃあ行きましょうか。なんか上から落ちてきたような気もするんだけどね。上から落ちてこなかったっけ？なんか。ノラが来たな。ノラくんが。あれ？すっごい遠くから歩いてくるよね、ノラの人たちってね。なんでわかるの？お前、ここに俺がいることが。どこ？あ、いた。なんでわかんの？お前。おい、いて。おい。もうちゃん。もうちゃんな、もうちゃんなんで俺がここにいるってわかるんですか？これね、俺嫌いなんだ。これ燃えるからね。下手に乗っかってるとね。燃えるのは嫌だね。燃えたくないよね。これバラすか。バラす時の音も変わりましたね。なんかね、鈍い音になったね。ガンガンじゃなくてなんか、ガラス殴ってるみたいな音になった。はい、ということで。この辺の石炭も、これ何？これは、石だ。マジか。なんか石のテクスチャーそういやおかしいんだよね。若干ね。はい。プラスチックピッケル。ピッカ、プラスチックなのに、石、おお、壊れないじゃん、これ。マジ？プラスチックなのに石を壊していく。はい、オッケー。じゃあ、去っていきましょうか。待って、なんかある、ここに。あ、出た、細いのがある。これ壊せないんだよね、多分ね。壊せないんだよな、これ。なんかね、地面掘っててもね、こんな感じでおかしな残り方して、土とかがね、で、それ破壊できないんだよね。当たり判定あるんだけど、壊れないの。ちょっとね、それがね、どういうことなのかよくわからんけど、なんか残念。なんとなく残念。うん。おっと、棚がある？棚が、あ、上にゴミが。あ、そういえばね、マウスを買いました、私。はい。ついに、ついにっていうか、買ったのはもうちょい前に買ったんですけど、昨日届きました。はい。なんと、ゲーミングマウスです。はい。素晴らしい。そういう感じだっけ？そういう感じだったっけ？落ちるんじゃない？こいつら。下か。下にいんのか。マジマジマジ。下にいんのは下にいるっぽいね。俺も下に行った方がいいのかな、これ。落ちる。落ちる前提だよね。あ、いるいるいる。行きましょうか。え、ちょ、地下深いな、これ。ここも行くんだ。この辺も落ちる。あ、この辺落ちないんだ。どっかから上がってか。あ、行き止まりだ。あー、そういう感じ。あ、でも通れない。あ、しゃがめば行けんのか。しゃがめば行けたりする。はい。あ、階段の裏だ。上がってこれんの、あそこ。上がってこれるんですかね。あ、上がってきたね。骸骨いるね。骸骨いるわ。あ、上がってこれるの？え？どっから上がってきたの、お前。おい。どっから上がってきたんだ？ん？これ、とりあえずいただこう。あ、やった。はい。ちょっと、あそこのプレート開けたいよね。あそこのプレートが私開けたいんだが。これね。研究員か医者、ナースか。ナースが、あ、なんかいいの手に入った。ああ、そこにいる。ああ、いるいるいる。上がってった。え、ど、あ、おじ、そっか、降りるしかないのか。落ちるか。私は落ちるしかないですね、多分ね。はい、これもらっとくか。石炭。この奥の引き出しは関係ない。これは、石炭？あ、これ石炭だね。ちょ、石炭欲しいな。石炭欲しいよ、ちょっと。いただいて帰りましょうか。せっかくなんで。誰か来そうだな。
あいつが来たってことは誰か、あ、なんか壊してきたぞ。落ちた？誰か落ちてきた。あー、落ちてきた。マジか。え？あ、上、あ、そうか。なるほど。一旦上に上がって、上から落ちてくるっていうパターンね。なるほど。うん。階段どこにいる？え、ちょっと待って。どこ壊してんの？そうそう。それ壊して。石炭壊して。あれ？え、石炭、石炭壊れねえ。スタミナ切れたわ。ここは当たり判定。あ、この細くなったらもう当たり判定ないんだよ。あ、壊れた。こいつ壊せないのか。出た例によって。数字が、壊れたわ。壊れた壊れた。OKOKOK。あ、で、これね、ほら、5話になるときとさ、ならないときがあるんだよね。うわ、落ちてきた。5話にね、なんか、死体が5話になるときと、ならないときがあって、なってくれるとね、まあ、ラッキーっちゃラッキーなんだけどね。ならないときはね、その辺の、なんか、都合がよくわからんね。これ、ここ行けんじゃない？行けるよね。行けるよね。これ行っちゃうべきで。あ、壊れそう、なんか。プラントファイバー持ってないよね。やばい、壊れるな、これ。はーい、こんにちは。お、光ってる。ああ。あ、こっから上がれんじゃん。あ、ここにプラントファイバーあるわ。これ直せる。シャキーン。直せた。OK。で、落ちた。まあ、落ちたらこっから上がれるって話か。ああ、なるほどね。ああ、なるほど。そういうことか。まあ、落ちた時はこっから上がってください、的な感じね。OK。OK だ。で、ここ、あ、ワークベンチあるね。ワークベンチあったね、今ね。あったあったあった。さあ、これ、ここ階段か。あ、ここ階段なんだ。よいしょー。よいしょー。はい。これちょっと、調べる？ワークベンチのスキマティック入ってて欲しいけどね。ねえ、スキマティック欲しいな。この棚は漁れないのか。はい。そしてこっちに行くと上だよね。多分ね、あ、だよね。上がっていきましょう。じゃん。あ、1階だ。地上。ここにはしごがあるということは、登ってみたくなるよね。当然ね。当然登ってみたくなる。はい。そして登ってみる。何もないじゃん。あそこにゴミがあるわ。届くのこれ。あ、届く。OK。よいしょ。で、あ、違うか。こっちか。こっちか。うわぁ、すごい絵が飾ってあるね、なんかね。まあ、1階ですね。あ、そうか。ここが抜けたんだね。ここ抜けたんだ。あ、ここの、これは？はい。おっと、これ、ふいごじゃなくて、なんだっけ、グリルだっけ。グリルだった。ふいご欲しいんだけどな。ふいご欲しいけど。あ、靴あるね、靴。これは？あ、これいいんじゃない？え、今何履いてんのこれ。ああ、それなんだ。これにしよう。はい。鉢植えは分解だな。鉢植え分解しよう。おっと、薬あった。あれ？薬あった。じゃん。冷やすやつ。アイス包帯。あ、ここから誰か出てきそう。あ、いるいるいる。パーティーガールの足をやっとくか。膝言わすか。はーい。よっしゃ。さあ、ということで、あ、ゴミあるね。はい。鉛が結構手に入るよね。なんか前も言ってたけどさ。鉛が結構ね、拾うんだよね。鉛製品。パリーン。こっち空いてるんで、ここだけチラッと見ますか。ああ、そうなってんだ。あ、へえ。ああ、はしごがある。なるほどね。じゃあちょっと他の部屋も見ましょうか。ここ塞がってるね。ここ塞がってるわ。あ、でもここさっきのとこだ。ああ、そういうことか。いや、だからどこにも行くとこないんじゃん。結局。ここで上に行くしかないのか。ああ、上に行くしかないっぽいね。これ乗ったら落ちるんじゃないか？あ、落ちないか。
そして飛びついていく。はい、屋上。よいしょよいしょ。じゃん。あー、最後の部屋ね、これね。あ、ちょっと待って、いろいろあるわ。いろいろあるじゃん。いろ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 ある。これ外だね、多分ね。外っぽいね。あー、なんかこのパイプパイプなんだっけこれ。トンファートンファー、あ、なんかスキマティックいっぱい拾ったよ。これなんちゅうんだっけ。パイプバトンか。パイプバトン壊れそうだね、なんかね。ショットガンタレットだ。ショットガンタレット拾った。こんな早くにショットガンタレット、早くでもないのか。これなんだっけ。マンスリー、シャープ2。アンロックザスチール&エクスプローシブネイル。あ、スチールネイルと、エクスプローシブネイル。でも多分あのピューピューガン、ピューピューガン、ピューピューガン直せないからね。そのうち、あ、でも拾うことはできるって書いてあったか。拾うことはできるんだっけ。はい。そしてスポットライトね。OK。まあまあいいね。あ、ここになんかあるな。ゴミだ。はいはい。はいはい。そして、これはダッシュで行けば通れるけど、下に行くのがまあ正解なんだろうね。また拾った。スナイパー参加。あ、ザイルコプターシャーシ。ピストルだ。デザートイーグルだ。あ、デザインが違うね。やっとマグナム弾拾った。強い。81だって。めっちゃ強えやん。これはまあ分解だな。オッケー。最後の方々が下にいるってことね。一人じゃないの。何いる？あれ？はい。一人、二人？二人ぐらいいるね。こっからショットガンいけんのか？ピエロがいるわ。いけたみたい。死んだね。ピエロくんは、バフバフ？死んだ？死んだね。ああ、オッケー。ベース完了。じゃんと。はーい、そういうこと。出れんのこれ。入ったら出れないんじゃない？ドアから出んの？出れないよね、多分ね。窓から出る？こっから、あ、こっからまあ出れなくはないか。え？ポテって、あー、5話になったのね。5話になるときとならないときがあるんですよね。これね。あ、こいつならなかった。あ、これ強くない？あ、そうでもなかった。そうでもなかったわ。こっから出た方がいいか。こっから出るか。あー、でもどっちもどっちだな。硬いね。弱いからね、自分がね。あれ欲しいな。プラスチックファイヤーアックスだっけ。あ、2階なの。あ、2階だわ。あ、そういうこと。あー、そうかそうか。あー、なるほどね。はい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 。なんかないの。なんもないか。これ飛んでいく。はい。して上がっていく。あ、でも屋根裏行ったか。屋根裏行ってたね。ただ何もないな。多分何もないな。ということで、じゃあ帰りますか。このガレージも行ったもんね。はい。よし、帰ろう。ねえ、待って。あれ？クローラが、クローラが飛んでいる。こいつ怖いよね、この飛んでくるやつ。お前なんで飛んでんの？なんで飛んでんのこいつ。この間もいたけどさ、急に来たけど怖いな。謎の力で飛んで、あのあれだね、鶏と一緒だね。無音で近づいてくる鶏、羽ばたきもせず飛ぶやつあいつと一緒だ。謎の力で浮遊してるわあいつも謎の力で。はい、ただいま帰ってまいりました。よいしょと。ピッチフォークか。いらないな。どっちが高い？ピッチフォークか。ピッチフォークもらうか。そして、売っていこう。これいらないでしょ？いらない、いらない、いらない。グリルもいらない。これもいらない。もう一個なかった。これか。これもいらない。そんなとこ？ピッチフォークいらんね。あ、売れない。嘘、マジ。ピッチフォーク興味ないの？興味示してほしかったね。まあ分解すんのはもったいないんで、一応持っときますか。違うトレーダーに売るっていう手もあるけどね。うん、
次の仕事、これもやりま、これもやりましょうか。ビクトリアン12行きましょう。お、やってきました。ここですね。ゾンビいるけど。じゃん、開いてんじゃん。この、こっちの家もそうなの？こっちの家もそうなのかな？こっちの家もそうなんですかね。あそこにノラがいるけど、まあ気にせず行きましょうか。じゃん。じゃん。ここもなんかバリバリって行きそうな。ここも床抜けそうだね、なんか。あ、やっぱりですよね。そんな気がした、なんか。行くとこなかったからね。ああ。まあ、行きましょうか。じゃん、こっち行き止まりだ。こっちか。はいはいはい。はい。こんにちは。エリア一層だからね、一応ね。今回もエリア一層ですね。誰もいないじゃん。誰もいない。あ、そうか、回収もあるんだ。ちょ、待って、スキマティック配置で。スキマティックお願い。じゃん。あ、なかった、くそ。スキマティック欲しいな。スキマティック欲しいぞ。作業台作りたいんだが、作らせてくんないのか。はい。はい、誰かいる。おー、いた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 。よいしょ。え、後ろからも来んの？マジ？後ろからも来んの？誰か迫ってきてる。お前か。棒か。おい、坊主。坊主だったか。オッケー。こっから誰か出てきたけど、こん中か。おい。これ直したのにもうこんなに耐久値下がってんじゃん。弱っちいな、これ。さすがに弱いね。プラントファイバーは。で、ここはされなくて、これ電気消えてるけどね。はい。そして、ここも壊せる。おい。なんか今一つだな。あ、道具箱ある。道具箱。はい。おっと、なんか来たぞ。これ来たぞ。これなんだろう。アドバンストクックスキマティック。ここ来たんじゃない？アンロック、アンロックスタ、ステーク&ポテト。あ、ステーキ&ポテトか。コーンブレッド、ブルーベリーパイ、ミートス、シチュー。ベジタブルシチュー。パンプキンパイ。ああ、なんか飲み物はないのか。ジュースや食べ物ばっかだね。そうか。まあでも、いいや。これ何？ピッチフォーク？あ、違う。スピア、アイアンスピアスキマティック。おー、まあ、作んないけどね。シードスキマティック。農業しないけどね。文句を言うなって、文句を言うなって言われそうだけどね。拾ったんだからいいよ、みたいな。いちいち文句言うなよ、みたいな。あ、ここにもある。ここにもあるわ。はい。お、アイアンピックアックスだ。ちょっと待って。これなんか、いいね。いいね。まあ、これはこれでいいけど、アイアンピックアックスか。まあ、いいね。いいね。ラッキーラッキー。はい。あれ？行き止まりじゃん。行き止まりだよね。どうすんの？あ、ここに足、階段があるわ。これ階段あった。OK。上がっていきましょうか。そっちに行くの？こっちに行くという話みたいですね。これも壊れそう、なんか直すか。あ、直せない。あ、パイプなの？鉄パイプなんだ、これ。鉄、待って、今、鉄パイプ取れそうなやつ。鉄パイプ取れそうなやつ。取れそうにないな。取れそうにない。取れそう、鉄パイプ欲しい。あ、これ鉄パイプ取れる、多分。これ、あ、取れた。OK。よっしゃ。じゃあ上がっていきましょうか。めっちゃ眩しいね。この電球入ってないけどね。はい、こんにちは。ああ、ここね。あ、いた。この椅子邪魔だな。OK?OK ですか？ちょっと漁っていいかな。冷蔵庫いけるよ、今回。うなりをあげてる冷蔵庫。飲み物がね、なんせ欲しいんだよね。食べ物もまあいいんだけど、食べ物は肉があるんで、ビタミン剤飲んで肉食っときゃなんとかなるんで、
飲み物がね、あのお湯をたくさん飲むのだるいんだよね。だるいって言うなよ。だるいって言うなよって言われそうだけど。いっぱい飲まなきゃいけないからさ。声がしてるけど、ノラだな。あれ多分ね。ノラですね。なんか、ノラっていう言い方もさ、一般的になってきたよね。なんかね。私がノラノラって言い出したこと誰も言ってなかったような気がするんだけど。そんなことない？気のせい。ね、みんな私の真似をしてるわけではないと思うんだけど、私がね、ノラゾンビって言い出した頃は、誰も言ってなかったような気がするんですけど、今なんか結構みんな言うよね、ノラゾンビってね。あ、痛い、叩かれた。叩かれた、うん。まあ、ノラだもんね、確かにね。間違いなくね。間違いなくノラだと思う。うん、はい、ということで、ここは、おなんか、誰か喋ってるな。これ何？なんか喋ってる声聞こえたけど。アホ踊り来たか？アホ踊り来た？ひょっとして。アホ踊りもう必要ないんだけどね。まああいつ食えるからいいんだけどさ。一応食えるからね。ご飯として。役に立つんで。テレビか？は？うん。ああ、そうだね。アホ踊り泣いてますね。ガーガー泣いて、あ、こう、あ、そういうこと？そういう感じ？あ、さっき漁ったやつか。あ、で、ここ外だ。外っていうか、入ってきたとこだ。ね。ああ、まあ出れないけどね。飛べばいけが飛べないな。あの高さでは飛べないね。おっと、ダッサーだ。ダッサー着よう。着用。あ、これなんか足あった。これついてんだった。これポケットついてんだった、そういえば。あ、でも結構振り切ってるね、俺ポケットね。つけなくても。あ、もう、なんかそんなにラバ取ったかな。ラバマックスじゃないと思うんだけどね、まだ。これでさらに増えるでしょ。あ、もう全開放した。あ、ちょっと待って、これいらない。これもいらない。これもいらない。いらないのいっぱいある。まあ、売ってもいいけども、もう分解しちゃうか。あ、壊してきやがった。まあいいか。無視していきましょうか。はい。あー、そういう感じね。おー、浮くのお前。マジ？あー、そういう感じ？そういう感じですか。ちょっとあの浮いてるやつは、浮いてるやつ来ないでほしい。あ、来た！怖いんだよ、お前。ちょ、やめて、怖いから。そう、迫ってこないで、目の前に。あー、来た来た来た。怖え。ドアップになんないよ、お前。怖いから。あいつ攻撃あんましてこないけどね。あんまり攻撃はしてこないけど。めっちゃ近くに寄ってくるからな。おっと？採掘の匠3巻。ラッキー。パリーン。パリーン。あ、金庫だ。開くかな？金庫開きにくくなってるよね。間違いなくね。間違いなく、アルファ20は開きにくい金庫が。なんて言ってたら一発で開いたわ。おっと、なんだ？ゴールデンライフルだ。ゴールデンライフル強いの。じゃん。あ、そんな強くないね。25.6 か。あ、でも31発も出る。何ミリ弾を使うんですか？え？風のトークン？This baby, shoot pure blast. ちょっと待って待って。なんか怪しいな。めちゃめちゃ怪しいぞ。めちゃめちゃ怪しいぞ。トークン発射すんの？トークン発射すんの？マジ？もったいなくてそんなの撃てないじゃん。だからゴールデンライフルなのか。だからゴールデンライフルっていうの？ゴールド発射すんの？あ、そう、待って、ちょっと待って、トークン作れるとか言う？ひょっとして。ね、トークン作れるなんて言う？作れないのか？トークンってどういう綴りだっけ？ T-O-K-E-N-S。T-O-K-E-N-S。あ、作れないよね。作れないよね。作れるもっとたまにあるんだよね。たまにね、お金生産できるモッドがたまにあるんですけど、これは作れないみたいね。ということはさ、作れないのに発射しちゃったら、
お金無駄じゃない？ねえ、もったいないよね。はい、封印しとこう。ゴールデンガン封印だな。あー、繋がってんだ。なるほど。棚は当たないけどラッキー。はい、包帯いらねえ。いらなかった。これただ回復する、止血だけ、あ、だよね。止血だけだよね。いらないわ。いりません。ごめんなさい。ラッキーって言っちゃったけど。で、こっち行けるけど、二人か。よいしょ。はい、ようちゃん。よいしょ。当たり判定。当たり判定。若干おかしいよね。あ、ご飯入った。玉とご飯。はい。で、ここは？ああ。あった、カバン。あ、そして金庫もう一個あった。さっき一発で開いたけど、今回開くから開けてみましょうか。はい、開いたー。じゃん。OK。OK でもないけど。まあ、大したことなかったね。はい。あ、また金庫あるわ。開けてみようか。はい、開いたー。じゃん。ナイフだ。まあ、なんかスイカマチェットがあるから、ナイフ別にいらんけどね。こっち行ってみますか。あ、行き止まりか。ラジエーター。行き止まりだね。あ、弾薬あるわ、でも。弾薬、あー、マグナム弾来た。マグナム弾。デザートイーグル拾いましたからね。マグナム弾撃てるよ。はい。ということで、上行きましょうか。から上か。よいしょ。こっちには、いないので、こっち逃げるか、とりあえず。そんなに人数はいないでしょう。いても2人ぐらいではなかろうかと思われます。はい、ちょっとね、場所を広げたいけどね。これね、あ、いた、おっさん、おっちゃんいたわ。ジャギン、あ、ダメだった。オッケー、あ、まだいた。はまないでくれるかな。MP5 強いね。なんか連射も早いしね。MP5 強えわ。OK?OK ですね。はい。お、スピーカー。スピーカーって何に使うの？いまいちわかんないんだけど、スピーカーの使い道が。スピーカーの使い道いまいちわからんな。呼び寄せんのかな？敵寄ってくるよね、多分。ねえ、スピーカーでビーとか鳴らしたら。これ開けます。はい。これ開けます。あ、壊れた。草持ってる？草ないな。クソ。これでいくか。ああ、なかなか開かねえ。レンチの方が早い？レンチの方が早いけど、早くはないな。早くはないな。はい。あ、荒地の財宝。水を生成するコツを見つけた。コツなのね。コツなんだね。ホエ。アホール、ん？ユーズアホー、あ、ホエか。ホエスキマティックね。耕すやつね。そしてマイク、あ、なにこれ。フォージド。フォージド、で、フォージド5は？フォージド5は？これ何？ロケットラウンチェア？ん？なんかわからんけど、なんかかっこいい椅子拾った。かっこいい椅子？謎だね。置いてみよっか、自宅に。お、来た。都市型戦闘。スマホ爆弾。はい。アイテムはいっぱい拾うよね。あ、何これ、めっちゃうまそう。J バードチキンラビオリ。へえだね。はい。まあまあいいもん拾ったけど、これ開けんのまたしんどいな。これ開けんのしんどいな。よっしゃ。レンチのパワーアタックで。あ、シチューだ。よしよしよし。いいぞ。いいぞ、収穫あった、今回は。で、どっから出んのこれ。どっから出んの、戻っていくしかないのかな。
あ、誰かいるよ、そこに。おい、何上がってきてんだよ、お前。何上がってきてんだ、こいつ。向こうのガレージも見たよね、これね。あ、待って、こうなってる。あ、出た、アホール。どこ？アホール。アホール。こいつ向かってくるんだよ。だよね。向かってくんだよね、こいつ。いて、強いんだよな。地味に。地味に強いんだよね、こいつね。うん。まあ、肉取れるからね。食えるから、全然いいけど。はい。あ、ここは誰もいないんだ。はい。よいしょ。じゃん。あ、プラスチックツールスキマティックを持ってるってことは、斧作れんのか、プラスチックピックアック、ファイアーアックス。そうか。忘れてたわ。そうだ、プラスチック製品のスキマティック、全部作れるスキマティック持ってんだね、そういえばね、俺ね。ファイアーアックス作るか、ちょっとこの、プラントファイバーアックスは、さすがに弱すぎるんで、壊すの時間かかるからな。はい、ただいまただいまよいしょ。あ、プラスチックスレッジハンマー。まあ、いらないな。137円、172円。あ、これ、ひょっとしてこれ強いかな、俺。これ強い可能性が出てきたね。どこ行った？レザーアーマー。あ、レザーアーマーどこ行った？あれ、俺着てないの？あ、アーマー着てないわ、俺。着用しよう。あ、グローブもなくなってんじゃん。あれ、グローブ持ってなかったっけ？待って、壊れたらなくなるのかな？壊れたらなくなる説あるよね。消滅すんのかな？はい、ということで、まあまあ収穫あったんじゃ、ありませんか？わからんけど。ねえ、わかんないけどね。今5日でしょ。まだちょっとフェラルフォード準備するにはまだ早いんで。リログしたら多分変わるんで、クエストが。次回もまたクエスト行きましょうかね。どんどんいろんなもん、結構いろんなもん拾うから、面白いといえば面白いけどね。デザートイーグル拾ったしね。あ、これ使うの忘れてたね。AUG アサルトライフル。これ強いんだよね。40.7 なんだよね。これね、ゴールデンライフルはダメだな。使えないな。うん。あ、水鉄砲いらなかったね。水鉄砲溜まってきちゃった。まあまあ強いけどね。26.8 だからね。水鉄砲のくせに。水、だ、ダンスサイズ9だからな。まあ、練習、あ、これ置いてみようか。これ何？あ、置くもんじゃないの？あ、置くもんじゃないんだ、これ。え、何するものこれ。レシピ。え？ロケットリーン、ラウン、チア、ストーブなの？ストーブじゃないの？要は、あ、でもワークベンチないと作れないわ。これ設置できるもんじゃないんだ。まあ一応残しとくか、じゃあ素材として。うん。はい、ということで。じゃあ今日はこの辺しときましょうか。ね。はい。ということで、また次回クエストいきたいと思います。はい、ではご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録などよろしくお願いします。大神さんでございました。またね。